最近のゆうちゃんのエピソードください。お家に大きなクマさんが届いて、ゆうな宛てに、だから2体大きなクマがいるので、その1体をゆうちゃん家にバンって、ね、送りつけて、多分今頃ゆうちゃんは大きなクマさんと一緒に寝ているであろうと思います。そうなんです、ゆいりちゃんの夢だったみたいで、その大きなクマさんをお家に置くことが。だからゆうちゃんの夢が叶ってよかった。どのぐらいの大きさなの？私よりも大きいし、成人男性よりもでかいんじゃない？このソファーに寝かせた時に埋まったし、むしろ横幅足りないぐらい。そうなのよ、2メーターもないかな、180センチぐらい。なあちゃんのはどこにあるの？一旦今ベッドにいますけど、見ます？よいしょ、あ、映った、この人、この人でーでかくない、映ってない、映ってない、待って待って、あなた映ってないよこれ。もうね、横に並ぶと、ちょっと待って、ちょっと下に下ろそう、よいしょ、あなた燃えないでね、こんな感じこんな感じです、顔見えてないよこんな感じです。だからでかくって埋まっちゃうのよね、かわいいんだけどね、よいしょ、立ち上がるとこんな感じで、座らせるとこんな感じだから、もうちょっともうでかっでかいでしょ。中に何にも入ってないって、多分入ってない、プレゼントです。あ、みんな心配してる、ただ大丈夫です、あの優しいファンの人がくださったので、あの安全 ですし、あのスタッフさんがちゃんとあのチェックしてからお家に送ってくださってるので大丈夫だと思います。あの段ボールに入っておりました。あ、なんかこうやってこういう風にギュギュって詰められてかわいそうだった